はい、今回は五星戦の予選 A から趙治勲名誉名人対依田紀基九段の碁を紹介したいと思います。はい、この両者はね、なんか久しぶりに見た気がしますね、あの対局。はい、趙治勲対ね、依田先生の碁はね。はい、はい、そうですね。付け引いてね、継がずにね、かかりを、急ぎましたね。はい、それからつなぎを打って、はい、はい、そうですね。最近ね、こうやってすぐ動き出していくっていう手がね、多くなってきましたね。うん、まあ、昔は部分的にはね、こうとか打ってたんですけどね。うん、でも最近はこうつけるとかでもしかしたら打ってくるっていうことなのかもしれないですね。うん、こういう手があったりしてね。うん、はい、で、まあ、黒も挟んでいって、はい、で切って、白は分かりやすく捨てましたね。はい、うん、白も収まってて、はい、まあ、依田先生のね、好みの碁形になったんじゃないでしょうかね。うん、はい、はい、これを待ってからね、覗いて、はい、まあ、白はね、はい、こう逃げました。黒も、はい、これは結構ドライな打ち方ですね。こうやって先手を取って肩つきに打って、はい、押さえて、はい、この辺りは気合の進行ですね。こう跳ねたりすると切っちゃおうっていうことですからね。まあ、白もね、穏やかに伸びて、うん、この辺りは結構白もね、うん、一瞬危なく見えるんですが、はい、まあ結構こういう手には、まあ、下がりも効いてますんでね、このような感じでつながることができそうですね。はい、だからそこまで心配じゃないかもしれません。はい、うん、でつながって、はい、はい、白はね、どんどんしのぎ勝負に、していますね。この石もこの石も結構心配なんですけどね。ここはなんかうまく、はい、逆にね、黒も、目がないっていうか、はい、うん、うまくさばいた感じがしますね。うん、はい、これで全体の弱い石同士がね、つながって、ここがあとはどうなるかですね。これは一応切れではいますか。はい、どちらかは切れてはいますかね。はい、ただまあこれぐらいで済めば、白がいいっていうことでしょうか。はい、他でね、白は地で頑張ってましたんでね。はい、ということで、ね、ここで投了されましたね。まあこう取って取って、これがコウがちょっと争えないっていうことで、おそらくこうなるんでしょうかね。はい、ということで、まあ大体相場がこのような形になって、黒字はね、ほぼここしかないですから、はい、地合いが足んないということでね、投了となりましたね。はい、依田先生のね、逆手を、取った感じでね、はい、見事なさばきだったんじゃないでしょうか。はい、じゃあそれではこの辺りで終わりにしたいと思います。はい、それでは失礼します。